これからは真面目にやる。お、そんなセリフを聞いた覚えがあるのだけど。師匠殿、こんな大切な日にどこに行く気なの？元気、なんでわかった？全然変わらない。でも別に俺がいなくてもいいだろ。兄上も人騒がせだよ。倒れた時は本当焦ったのに、すっかり元気になっちゃってさ、帝位の禅譲まで受けるなんて。俺はこれからもここぞって時に兄上の力になるさ。それ以外は今まで通りだ。やったな。